3回まで5秒間どっかで待たないといけないってこと。回復でもやっとく？回復しとこうか。よし、今んとここれでいいかな。アビリティってもうどうやって使うんだろう、俺知らないんだよねぶっちゃけ。他なんかあるか。これは知ってるけど使ったことないな。まあ俺はポイントを稼ぐというよりかはどちらかというとあれだからな。まあいいや。チャプター5。まあガンガン殺すタイプだからこの工場だ。はい、例の国境界の異端審問官が昨日突入しましたが未だ戻っておりません。おそらく死んだなまあそれはいい。これでまた星雲が揃ったか。今のところ4つ。さて、そろそろ刈り取りの時期だ。伝令。来たか。それで、なんと。許可がおりました。直ちに突入せよ、とのこと。了解了解。では、あのお方にお伝えせよ。これより練習の拠点に潜入するとな。かしこまりました。それにしてもガラハのやつ、大して役にも立たず死んだものだ所詮は口だけだったな第7席の国務大臣で満足すればいいものを。なんともくだらない男だったなまあいい、それも予定のうちだ。私が必ず回収してみせる。すべてはあのお方のために。ライラが不機の人となった翌日、殺し屋のベイル・ブランドーは配下を率いてレグリナのいる廃工場前に陣取っていた。それも近隣住民に気づかれないよう人知れず注意深く息を潜めていた。そしてあのお方と呼ぶ者の許可を仰ぎ、ここに廃工場への潜入を敢行することになった。ガラハと同様聖言の存在を知っているベイル、一体彼らは何の目的で聖言を狙っているのか。未だ正体の見えぬ影がレグリナに近づきつつあった。お前を倒す、それが任務だからな違うやつが出てきた。お、かわいいか。人形にして持ち帰りたい。飛び道具系じゃない。分かってきて。いい。あれ、ここにいるのかよ。とりあえず部屋をうろうろすれば達成できるはずだ。やったな。ここで決めとくか。あるかな、トロイから大丈夫だと思うが、この大型トロそうだからな、大丈夫だと思うんだが。あら、ダメだったか。
道具使ってきそう。あれ今押したのに、これ押したよ。罰もうめんどくさいことしやがって。いや見えない。おい危ない。えい、落としたよ落としたよ。これのことじゃないの。よし、オッケー、お願い事聞いたよ。あとにしよう。どっちが先に来るかな。なんかタープが発動したぞ。あいつら二人同時に来やがった。しかも片方飛び道具だ。飛び道具嫌だな。アビリティどうやって使うの。よし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 。何かお願い事すんのか、あんのか、はぁ、オッケー、わかったわかった。無理か。じゃあ、これだな。そうでしょ。何かお願い事あんの。油状態にするってどこに油がある。めんどくさめんどくさいことだ。あの樽にぶつけろってことじゃないの。素晴らしいです。よし、持ってきてたか。どこある。無理だな。これはどういうことだ。真下に行けばいいのか。無理だろうな。そらくああバカバカバカ。ちょっと待った。ここに痛い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 。もう利用不可能でしょ。くそー。とりあえずあそこでとどめを刺すと。これ油まみれにできるか。ちょっと待ってよ。できるかもしれん。